私は自分の意志でこの島に来ました。何が真実なのかをこの目で見るために。安心したまえ。君が心配するような使い方はしない。そんなくだらんことにあの薬を使うつもりはないのだ。私はあれを生きるために使う。階のすべての窓と勝手口が閉鎖されました。正面玄関には見張りの者が常駐してますので、よほどのことがない限り外へ出ない方がいいと思います。そうです。彼らがもし誰かの意思で動いているのだとしたら、彼ら自身に思考能力はありませんから、廃墟の街で眠り続けるだけの全く無害な存在だったはずなのに、私も断片的な情報しか手に入れていません。それでよろしければお話ししますが。朝食にしませんか？こんな状況だからこそ、ドクターにはきちんとした朝食をいただいてほしいんです。はい、では少々お待ちください。クリスは来てるのか？廊下で話そう。一つだけ答えてほしい。これだ。君が弾を避ければ後ろにいるクリスに当たる。好きにするといい。あまり感心できないな。もし本当に彼女が後ろにいて君が撃たれて死んだら、狙撃者は次にゆっくりと彼女を殺せばいいだけのことだ。だがこれは結果だ。君は今私に狙われ、避けるか避けないかだけを考えた。そうなんだろう。私の言葉で誘導され、君はとっさにその2つしか考えられなかった。選択肢は思った以上に多くある。どんな時でもそれを忘れぬことだ。りましたか？はい。ええ、食料品の問題が起きますね。大丈夫ですよ。保存食も用意してあります。私もそう思います。難しくなったことは確かでしょう。ガードの人たちも殺気立ってますし。この食事の後、地下のワイン蔵でお会いできないでしょうか。はい。もしかすると、あの墓地に現れた人たちのことをうまく説明できるかもしれません。私と一緒に調べてほしい場所があるのです。多分そうおっしゃると思ってました。本当に捕まったらどうなるか分かりませんよ。あら、私は危なくなったら逃げますけど。冗談です。メイドは決して主人を見捨てたりしません。自分でも意外ですけど、私いつの頃からか想像以上にあなたを頼りに思ってたみたいです。ご主人様、私、先にワイン蔵で待ってますから。失礼します。ここに入るのを誰かに見られてませんか？あまり時間をかけると危険です。早く行きましょう。ここです。ドクター、これ。あなたの前任のドクターが隠し持っていたものです。ベーターの鍵かと。あの人が屋敷からいなくなった後、診察室の整理をしている時に見つけました。その時の診察室はひどい状態でした。よほど慌ててたのか、それとももうどうでもいいと思ってたのか、書類や薬品がバラバラになって部屋中に。私が鍵を見つけたのは散らばった書類を片付けている時でした。一緒に数枚のポラロイド写真が閉じられていて、そこに写ってたのが全く見覚えのない部屋だったからです。念のために確認しましたが、写真の日付は全てあの人の在任中のものでした。つまりその写真は明らかにこの屋敷のどこかで撮影されたものだったのです。間違いないと思います。でも分かりません。まだ私もこれに乗るのは初めてですから。今まで何度も乗ってみようと思いました。だけど自分が一人だけだと思うと、どうしても足がすくんで、もし私が誰も知らない場所で死んだら祈りを捧げてくれるものもない。一人では勇気が出ませんでした。あなたがいますから。ここです。写真に写っていたのはあと映写機の置いてある部屋もあるはずです。手元に残しておけたのは鍵だけで、ドイツ語で書かれた資料数点とスクリーンに映ったスライドの映像でした。それだけは英語だったので私にも読めたんです。あの墓地で現れた人たち、専門用語が多くて私には概要しか分かりませんでした。でもドクターなら、写真がここで写されたものなら元になったスライドもここのどこかにあるはずです。ドクター、すみません、これを見てください。ともかくこっちへ。ドクター、この開発番号が見えますか？はい。これが私の探していた新薬、細胞性免疫抑制剤です。開発番号名の JM はジェファーソン・マクレインの略。私が幼い頃、故郷の地で別れた兄の名前なんです。もう顔も覚えてない人ですけど、私たち一家の住んでたアパートがプロテスタントのテロで爆破された時、兄は命がけで崩れかけた建物から私を救い出してくれたと父に聞きました。でも私は全然覚えてなくて、きっとあまりに怖かったからその時のこと忘れてしまったんでしょうね。だけどただ一つ、細くて小さくてゴツゴツした、でもそれでいて優しい腕にしっかりと抱きしめられた記憶だけが今も残っているんです。震えと怯えとどうにもできない死の淵の孤独、そのすべてを真冬の暖炉のように温め癒してくれたあの時のぬくもりだけが私にとっての兄の記憶なんです。この薬がもし計画通りに完成していたら、臓器移植でのすべての拒絶反応を無条件で抑える画期的な救いの薬となるはずでした。だからこそ私は父に頼んでこの薬に兄の名を。私たち一家がニューヨークの親類を頼って移住した時、兄だけはどうしても北アイルランドに残ると言って父が止めるのも聞かず失踪してしまったそうです。きっと今頃は共和国軍の兵士になっているんじゃないでしょうか。身寄りのない子供が行く場所はそこしかありませんから。でもドクター、そんな深刻な顔をなさらないでください。遠い昔の話です。そろそろ戻りましょう。このアンプルが手に入れば、私の目的は 80% 達しました。この薬による殺人が行われた時、これを証拠として告発します。会長は私自身の力で薬を取り返すなら全てを認めると契約しました。約束ではなく契約です。それに私にはそれを信じるしかないのです。ドクター、そうですね、お願いします。あれは逃げましょう、ドクター。エレベーターが。屋敷とここは地下でつながってたんですね。あるいは脱出路としてですね。やはり臓器移植でしょうか。でもあのスライドはご覧になりましたよね。どう思われました？信じるも何も現実に町の住人たちがいます。でしょうか。でもそれならどうしてそんな手術を。疑問が2つあります。まず被験者を町に捨てたとのことですが、そんな中途半端な手段を取る理由がありません。閉鎖された島とはいえ、人体実験の生きた証拠を野放しにするのはリスクが高すぎます。コムニオンという組織のやり方で考えるなら、被験者たちは死体として処理されていて当然でしょう。次に、新薬を臓器移植の実験に使うことはできません。なぜならあの薬は人体の免疫力に対して致命的なカタストロフをもたらす薬だからです。移植手術は確かに成功するでしょう。ですがそれはただそれだけのものです。手術後の患者は全ての免疫力を失い 100% 死亡します。これでは薬を使う意味がありません。改良？確かにそれが真相である可能性もあります。ですが町の住人たちのことはどう説明されるのでしょう。私は彼らが町に放置されたのは殺そうとしても殺せなかったからだと思っているのです。そんなところだろうな。こんなところでうろついている命知らずがいると思えば、またお前たちか。あんな大声で話せば嫌でも耳に入ってくるわ。もう行け、話すことはない。ドクター、行きましょう。おい東洋人、お前は日本人か。お前はしばらく屋敷から出るな。それだけだ、行け。